アニアセヨヒヨンです。今日はですね、結構みんなから質問いただくんですけど、普段食事どんな感じなのとか、美容のために食べてるものは何ってたくさん質問をいただくので、それについていろいろご紹介していきたいと思います。つべこべ言わずに始めますか。それではスタートって感じで、フィヨンはみんなが知っての通り、食べることが本当に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 大、これはダメですね、はい、本当に本当に大好きなんですけど、たくさん食べるとやっぱその分ブーンってなっちゃうし、食べるものを注意しないと肌荒れとかにもなっちゃうじゃないですか。その中でフィヨンは結構食べるものを選んで食べてるんですけど、みんなが知ってると思うフィヨン丼です。 YouTube 始めてからすぐにご紹介させていただいたんですけど、ちょっと日々進化しているので、初めて見る方もいると思うので、作り方からご紹介していきたいと思います。それではスタート。イイ、はいって感じで、早速ヒヨン丼を作っていきたいと思います。タラーン、オンマが作ってくれた丼を使ってます。まず1つ目、ブロッコリーです。でブロッコリーは普通に自分で茹でてもいいし、時間ない時は冷凍のブロッコリーを結構使ってます。だいたい5個ぐらいをチンします。3分ぐらい。まずはまあ変わらずあるのがトマトは、リコピンとかも入ってるって言いますから絶対食べるんですけど、プチトマト5個ぐらいですかね。アボカドです。アボカドは半分、お、できた。したらブロッコリーがいい感じに、わー。そして最近ちょっとハマってんのが豆です。こういう豆なんですけど、最近豆が好きってことに気づいて、カロリーも結構低いし、食物繊維、大豆イソフラボンとかが入ってるから、まあ、体にいいかなと思って、最近は豆も一緒に入れてます。チョップドサラダみたいになってますね。ヒヨンが大好きな納豆を入れます。このすし酢をちょっと入れます。ちょっとだけ。納豆って本当に美味しすぎると思うんですけど、何なんだろう。ちゃんとネバネバさせて、これも一緒に入れます。結構見た目がグロいので、好きな人とかと食べるのは注意かもしれないですね。そしたら最近ハマっているのが、タラーン、サバ缶です。最近ハマってるのがね、サバ缶なのよ。でサバ缶ってすごい体にいいみたいで、で味噌煮と水煮みたいなのがあるんですけど、味噌煮の方がちょっとカロリーが高くなっちゃうから水煮にしようと頑張ってます。スープ、このスープもすごい体にいいみたいなので、ちょっと入れてます。そしたら最後にタラーン、オンマの特製ダレを入れたら完成です。って感じでヒヨンの見た目がやばい、はい、これでヒヨン丼の完成です。見た目があれなんですけど、本当に美味しいから早速食べたいと思います。早速食べたいと思います。いただきます。むけすみだ。うん、もう何度食べても美味しいです。このサバ缶が少し匂いがきついんですけど、でも全然味が美味しい。結構なんかフィヨン丼を真似して作ってくれてる子がいて、フィヨンにその写真とかをなんかツイッターとかインスタとかで送ってくれる子がいるんですけど、本当にこの美味しさを共有できて本当にヒヨン嬉しいです。でちょっと聞いたのが、根菜類は糖質が少し多いみたいで、摂りすぎがあんまり良くないみたいです。って感じで完食しました。山が進みだ。ごちそうさまです。はい、って感じでまずはヒヨン丼のご紹介でした。もう本当に美味しかったです。もういくら食べても飽きないし、ぜひみんなにも食べてほしいです。本当にお願いしたい、食べてって感じなんですけど、やっぱり完食もしたいじゃないですか。でフィヨンは甘いものがもうめちゃくちゃ大好きなので、お菓子全般大好きなんですね。せっかくヒヨン丼でヘルシーにしてるのに、そういうお菓子とか食べちゃうと、もう努力が水の泡になってしまうので、なんとか完食もヘルシーにできないかなって思った時におすすめなのがこちらです。スナックミー、これみんな知ってますか。今回提供していただいて、このスナックミーをいただいたんですけど、自分に合ったお菓子が届くっていうものなんですよ。で事前にスマホでいろんな答えに答えるんですよ。出た結果に基づいて自分に合ったお菓子を届けてくれるっていうのがこのスナックミーなんですけど、早速開けていきたいと思います。どんな感じなんだろう、
楽しみ。タラーン。おーすごい、結構いろいろ入ってますね。しかもなんかこういう小分けになってるから全部で8個ものお菓子が入ってます。しかもサイズもちょうどいいから持ち運びにも良いですね。これ嬉しい。今回はちょっと1個ずつ全部ご紹介していきたいと思います。じゃあこれ、タラーン、プレミアムドライみかん。わ、すごい、こんなみかんのフレッシュな感じの匂いがします。まあ、見た目はマジみかんですね。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。なんだこれ、甘みが凝縮されてる感じ。ドライみかんがこんなに美味しいって思わなかった。最高かよ。次、黄金さつま。干し芋ですねこれは。うん、干し芋大好き。おいしい。干し芋って結構満腹感があるから、お昼とかに時間がない時こういうのだけ食べても良さそう。じゃあこれ、あられっこ玄米揚げとうもろこし。めちゃめちゃ美味しいこれ。とうもろこし、これ止まらないやつです。めっちゃ美味しい、最高。甘みがすごいある。次、フラップジャックチョコバナナ。チョコバナナだって。こういうスティックバーみたいなの結構ありますよね。もう驚いてます、こんなに美味しいのってぐらい、マジで美味しい。これめっちゃ美味しい。やばい。スナックミーは定期的に送ってくれるんですけど、その中でもなんかいろいろ届いた中から、これがフィヨンが美味しかったから、じゃあフラップジャックチョコバナナは絶対入れてくださいとか、そういうリクエストをして、なんかどんどん自分が好きなボックスにもできるみたいです。でそれをしなかったら、まあ新しい商品とかがあるから、なんかそういうの送ってもらっていろいろ試したりもできるし、なんか自分好みでカスタムできるから本当にいいですよね。拍手です。これは次、きな粉チョコクレーム、こんな感じです。もう何も言えない、美味しすぎる本当に。手作り米粉グラノーラココナッツ、美味しい。これはココナッツの甘みって感じですね。ほんとグラノーラって感じ、体に良さそう。でも美味しい、他のに比べて自然な甘みって感じですね。そしてアガベチョコレートダーク70。カカオのパーセンテージが高いとトルフェノールが入ってるからいいんですよね。美味しい。次がこちら、米粉ブルードネージュココア。いただきます。こんな感じ。クッキー、めちゃくちゃ美味しい。なんだこれ、最高。こんなに美味しくていいの。正直ヘルシーとか体にいいっていうと、なんか甘さが足りないのかなとか、普通のコンビニとかに売ってるお菓子レベルで美味しいのかなってちょっと不安なとこもあったんですけど、これはもう本当に美味しいです。このフィヨンが美味しいって言ってるこの気持ちが素直に伝わるとすごい嬉しいんですけど、なんか添加物とかも全然使ってないみたいだから、すごい体にもいいし、お菓子食べちゃった後の罪悪感が残らないのが本当に嬉しいですよね。はい、って感じでフィヨンが普段食べている美容のためのご飯紹介でした。まあフィヨン丼もそうですし、スナックミーも本当に美味しすぎるので、ぜひみんなに食べてほしいです。もう全てやめるんじゃなくて、食べるものを変えればその肌の調子とかも変わってくると思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。